ずっと小さい頃から絵を描くのはすごく好きで、なんか好きなのか嫌いなのか分からないぐらいなんですけど、ずっと家で留守番してた時に他にすることがなかったから絵を描いてたっていう感じがあって、そのままそういうふうなことがずっと続けばいいなとは思ってたんです。幼少の頃に、 テレビを見てコカ・コーラ瓶を溶かして琉球ガラスを作るおじい様の、えっと、インタビューっていうかドキュメンタリーを見たときにすごい衝撃を受けていわゆる米軍基地があるっていうこととか政治のちょっと負の部分みたいなものから生まれてくるあの捨てられる者たちが大成するときに。 どうしても泡が入っちゃうっていうことをむしろ利点に変えようっていうふうに考えてあのもみ殻とか砂とか黒糖とかの混ぜて泡ガラスを作ったっていうドキュメンタリーがあってそのことがすごく心から離れなくて沖縄に行くっていうことを決めていて。 ガラスのことを勉強したいと思って行ったんですけどあの学科がなくて工芸に特化した大学でもあったので着物を専攻してみた特に布に布に思い出があったわけでは全然なくて琉球ガラスもそんな感じがするんですけど あの別に泡を入れたかったわけじゃなくてうん,んかそういう後手後手なんですけど最初の授業で薬の薬莢とか配られてそれで道具作りましょう。米軍さんの練習した鉄砲の火薬がない弾を道具に。 転用しししてさあ染め物しましょうっていうような授業が始まって私はマテリアルそのものに興味があるんじゃなくてそういった工芸の成り立ちとかものの作られ方とか歴史背景みたいなものに興味があったのですごい納得してあガラスじゃなくてもよかったってその時に自分が何に興味を持ったのかっていうのがよくわかったんですね。 真面目に授業に制作に取り組むっていうよりかは結構沖縄の街を歩いて黒人街で遊んでたらやっぱり、えっと、映画とか音楽とかそっちの方に <laughs> どんどん行っていて笛法が出た時にその遊び場だった場所が壊されるというか潰れてしまうっていうことが 方あって踊っちゃいけないよって言われたので踊ってるんじゃなくてみんなでただうどん踏んでるだけですっていうイベントを何百人もうどん踏んであのダンスミュージック聴きながら「あ踊ってないですよ」って言いながらイベントをするみたいなそういうことばっかりしてたんです。で実家の書道の跡継ぎをしたり。 工芸も相変わらず続けていて着物を伝統伝統工芸作家店とかに出すんですけど馴染めないっ月っとあってうーん音楽といってもそういう企画ばっかりしてるもんなのでなんとなく どこにも属せないっていう感覚がずっとあったんですけど夜寝る前にずっと作ってたものがあってそれをなんか私の町を訪ねに来たキュレーターの方がいて見張ってじゃあ芸術祭にでも出してみるかみたいそれはなんかどこにも発表できなかった自分ではただのお習字だと思ってた作品なんですけど。うん でも書道展には出せないようなものだったのでそれをずっと毎晩毎晩作っててそれも見てあの芸術祭出たらどうかなーっておっしゃってくださってそこからですかね伝えたいこととか自分の知りたいことっていうのがその あまり形のないものだったりしたのでうんその美術の形態がすごい合ってるのかなっていうふうにその時初めて思ったんです。見えないものでも扱っていいとか作品になる前のなんかちょっとした萌えがみたいなものでも。 そこにいていいよねっていう感じが美術にはあったのかなと思っていてす,すごいなんかそういうものが許されてる場所っていう感じがしてあの沖縄に行ってみて思ったんですけど工芸ってその場所とか その地の人が自然と作ったものっていうなんか自分は沖縄の人になれないんだなっていうか何をもって瓶型としていいのかっていうのが全然分かんなくなってモチーフなのか素材なのか沖縄の人であるってことなのかうんなんかそういうことがずっと分からなくって 学生の頃も作品を作るのにすごい戸惑ってたんですけどじゃあちょっと自分の地元のことと生まれ育った場所のことに目を向けてみようかと思った時に大阪なのでえっと中選染めていう手拭いを染める工場に勤めてみたりだけれどもあの機械のまあ、近代産業なのでえっと 化学染料で染めるんですけどそれで荒れてしまったり機械で事故があったりとかなんかそういうことがあってもうちょっとじゃあ素材のこととか考えてみようって思った時に植物染料で作品を制作してる滋賀出身の志村福美さんだったので訪ね 学した。彼女はその詩,詩というか文学的なこととか例えば「パウル・クレイ」を参考にするだとか哲学の要素を取り入れて作品に落とし込むんですけど例えば民芸協会には えと一応民芸ではないっていうふうに言われて破門されている人でそれで独立して作品作ってる人なので共感っていうとおこがましいんですけど知りたいなと思って近くにいようと思いました自分 の作りたいものに色を寄せてくんじゃなくってその季節ごとにその植物が一番いい時期に無理のない一番煎じの無理のない一番透明感高い色を取り出して糸に移すっていうそれを 年中続けていてい自分の想像上の色に植物を合わせに行くんじゃなくて植物のいい色をそのまま織り込んでいくで織り込んでいくうちに糸と糸同士があの次の色これっていう風に決めていったりするのでそれになんか従っていくっていうそういう作り方をしてる人で。 そういういやり方にに本当を受けました,、はい、たまたま布に触れるっていう感じだったんですけどでも布と向き合っていくとすごい面白いなと思うことがたくさん分かって。 焼き物って一度焼くと土に帰らないけど、布っていうのはすごいサイクルが早いですよね。土に帰ります。もうなくなっちゃうってこととか。うん。土そのものも時間がかかるし、焼き物するともう全然あの土に帰らないっていう。すごい長いスパンなんですけど、焼き物とか。でも布は、 植物のサイクルがあっててすごい早くて、まあ、動物性でもすぐ土に変えちゃうのなんかすごい短いスパンでスパッて消えてしまう感じとか損傷していく感じとかがすごく魅力的に感じててかなり記憶としてはっきり覚えてるんですけどその沖縄に行きたいなと思ってた頃ぐらいですかね10歳くらいの時に寝,寝てて。 布団で寝てるんですけどなんかこの身の周りにあるものの中で一番不思議に思ったのがその今なんか身にまとってる布の存在が一番びっくりしたっていうかなんか家具とかやったら木切って組んでるっていうのはすごいよくわかるんですけどなんかこう布団とかパジャマの目見ても これは何で一体どういうふうに作られてるんだろうっていうのが全く分からなくってなんかめっちゃ寝れなくなくった記憶があるんですよこれどういうことなんやろってこれは折るっていう声がでどうやってできてるんやろってすごいびっくりした思いがあって大人になって調べ始めたらまあ折るのってすっごい。 難しいじゃないですかすごい数学の話でそうしたらやっぱりかと思ったんですけどパソコンの前身だっていうぐらいかなりハイテクノロジーなんですよねで折り機のジャガート折りっていうカード折りが始まってから産業革命が始まっていくなんかそういう近代化の一つの流れの中にあるものだ実は布っていうものは こんな風に折り木で折られる必要がなかったっていう説をあの文献で読んだことがあって、つまりもう、極寒の地でも油塗ってたら生きていけるっていうこととか、毛皮とかもそうですけど、あの、タパとか、あの不織布ですよね、樹皮布とか、折る必要がなかった。フェルトとか樹皮布とかがある時点で、わざわざこういう風に折っていく必要がないっていうのに、 今ある最新のテクノロジーのその一番最初はそのゼロと一の世界の折りだったっていうこととかがすごい気になっててうんなんかこう不思思議なな対象だなと思っかあんまり見られることを意識しない方が ちょううどいいいなっててて気がしててあでも一応見られる前提で半分は見てもらうっていう意識はあるんですけど半分はもう私が結構秘密でで取り組んんることがたくさんあってあまり全部伝えきろうと思ってなくてすごく秘密で作品を作ってるのでそういう場所とか歴史とかもういない人とかそういうの ところでのやり取んりか置いておくって感じなのでそれをただ目撃してもらうっていうぐらいがちょうどいいの私からこう渡すっていうよりかはでこうしてるところを見てもらえたらいいのかな。